アウターワイルズは、メビウスデジタルが開発し、アンナプルナインタラクティブより2019年に発売された SF アクションアドベンチャーゲーム。対応機種はマイクロソフトウィンドウズ、XBOX1、PlayStation4、Nintendo Switch。日本語対応。インディーゲームでありながら、英国アカデミー賞ゲーム部門ベストゲーム賞などの世界的な賞を獲得した。 物語の舞台は架空の星形。ただし、物語が始まって約20分後に、恒星が超新星爆発を起こして星形が滅亡してしまう。プレイヤーはその星形の地球にあたる惑星の宇宙飛行士として謎のタイムループ能力によって死を繰り返しながら宇宙船とジェットパックを操縦して星形を探検し、ループの原因。 そして成型に隠された壮大な秘密を解き明かしていく。プレイヤーは、7種の新米宇宙飛行士として、初飛行を目前に控えた夜に、物語が始まる。物語が始まる前に、チュートリアルが用意されており、このチュートリアルの終了とともに、爆発のカウントダウンが始まる。チュートリアルでは、母性住民との会話や天文台の展示品を通じて、操作方法や、 世界設定などが説明される。ただし断片的な知識しか説明されないため、具体的な操作方法や世界設定はプレイヤーが死を繰り返しながら自力で把握していくことになる。物語が始まって22分が経過するか、もしくはプレイヤーが死亡すると世界全体がリセットされて開始地点に戻る。これを繰り返して徐々に世界を探検していく。 所持品や解錠した扉などもすべてリセットされるが探検によって得られた知識だけはゲーム内の情報端末に自動記録される知識がある程度蓄積されると最終的に何をすれば良いのかがおのずからわかる成形は全体がシームレスなオープンワールドでサイズが現実の成形に比べて独特な仕方で縮尺デフォルメされているそのため一分程度で 惑星間を航行したり、徒歩で惑星の北極から南極まで縦断したりできる。そしてそのようなオープンワールドの中で、惑星の交転や重力といった物理演算がリアルタイムに行われている。物語の開始地点は小立ちの中の焚き火で、ゲームカバーにも描かれているように、その焚き火が本作の象徴になっている。同様の焚き火は先見の宇宙飛行士たちによって、 他の惑星にも設置されており、そこでは彼らと歓談したり、マシュマロを焼いて食べたりできる。また、先見の宇宙飛行士たちは、おのおのがバンジョーやハーモニカなどの楽器をビーコン代わりに演奏しており、その演奏が本作のゲームミュージックの基調になっている。コンセプトアートアルファ版のスクリーンショット開発ドキュメンタリー動画が公開されている。アウターワイルズの開発は、 本作のクリエイティブディレクターを務めるアレックス・ビーチムが南カリフォルニア大学映画芸術学部インタラクティブメディアゲーム学科に在学中の2012年に始めた修士論文を兼ねた学生プロジェクトに遡る。このプロジェクトは先進的なゲームを開発するという課題に対してのプロジェクトだった。ビーチムがこの時考案したゲームのアイデアは映画アポロ13や 2001年宇宙の旅で描かれているような自認の及ばない宇宙という環境に対する探検精神をゲームの形で表現するというものだった。さらにそれを表現する上で行き先の意識をプレイヤーに持たせながらも行き先を指示しないオープンワールドゲームを作るというアイデアだった。そのようなアイデアのヒントになったのは ゼルダの伝説風のタクトの NPC たちによる異教の地について語り方、すなわちプレイヤーが自発的にその地を探検したいと思えるような語り方だった。なお、アウターワイルズとゼルダの伝説シリーズとの関連性に関してはゼルダの伝説ムジュラの仮面のループシステムとの類似性も指摘されている。ビーチムは同作からの影響も認めつつも、 同作のループが複雑に入り組んだループであるのに、対してアウターワイルズのループはシンプルで大胆なループであり、それゆえ両者は類似しつつもあくまで対照的な作品だとしている。その他、焚き火に象徴されるキャンプ文化、バックパッキング文化からも影響を受けている。プロジェクトは開発チームを結成して進められた。チームのメンバーは南カリフォルニア大学のか、同じく カリフォルニア州のラグナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインや、プエルトリコのアトランティック・ユニバーシティ・カレッジの学生で構成されていた。チームはまず、ペーパープロトタイピングと TRPG セッションの形式を通じて、物語の原案をブレインストーミングで出し合うことから始めた。その後、ユニティでゲームを制作しつつ、プロセッシングでテキスト・アドベンチャー形式の試作品を制作した。 ビーチムが大学を卒業した後もゲームの商品化を目指して開発は続き、ビーチム自身はクリエイティブディレクターとして携わりつつメンバーをフルタイムで雇用して開発を進めた。ちょうどこの頃南カリフォルニア大学の学生作品公開イベントにゲーム開発会社メビウスデジタルの創業者で俳優としても知られるマシオカが訪れた。 この時岡は潜在一グルの後期とみて B チームのチーム全員をメビウスデジタルに雇い入れた。なお岡自身はエグゼクティブプロデューサーとして本作に携わっている。2015年にはゲーム専門のクラウドファンディングサイト FIG で本作の開発資金を募った。本作は FIG 最初の掲載作品だった。また同年にはアルファ版をホームページで無料公開したり、 後日のインディーゲーム賞を受賞したりした。2018年3月、メビウスデジタルは、ゲーム販売会社アンナプルナインタラクティブが、フィグから、本作の権利を買い取って、資金援助と販売業務を引き受けたこと、及び本作を同年内に発売する予定であることを、発表した。また、同年6月には、PC 版だけでなく Xbox One 版も発売する、予定であることを発表した。 しかしながら、同年12月、発売が年内ではなく2019年に延期になることを発表した。また、延期の発表に加えて、PC ゲーム販売サイトのエピックゲームズストアから、追加の資金援助を受けた代わりに、PC 版は、同サイトの次元独占販売になることを発表した。この X 関連の発表をめぐっては、少々不満が寄せられて、騒動になった。というのも、 当初のフィグの記載では投資者に Steam の使用キーを配布すると記載していたこと、また Linux ユーザーにとっては X に Linux 互換のフロントエンドがなかったことなどによる。最終的に2019年5月28日に Windows 版が X から発売され、その1日後に Xbox One 版が発売された。Xbox One 版は サブスクリプション方式での配信作品という形態も取った。その後、2019年10月15日には、プレイステーション4版が発売され、独占期間終了後の2020年6月18日には、スティームからも発売された。なお、これらはいずれもダウンロード販売によるものだったが、2020年には、プレイステーション4のパッケージ版が、リミテッド・ラン・ゲームズから発売された。 ちなみに、本作が発売されたのとちょうど同時期に他社から似たようなタイトルのザ・ウター・ワールズが発売されて混同を招いた。その点でも話題になった。2021年9月に追加 DLC エコーゾオブザイが発売された。これが最初で最後の DLC とされる。複数のゲームメディアが2019年で最高のゲームの一つとして本作を挙げている。中でも、 ポリゴンとペーストは2010年代で最高のゲームの一つとして本作を挙げている。大手レビューサイトのメトクリティックでは概ね好意的の高評価を得ている。特徴的なゲームシステムやストーリーが高評価を得ている。ストーリーに関しては SF 小説星を継ぐものに匹敵するハード SF であるとする評価もある。そして実際に SF 文学賞として 著名なネビュラ賞の2020年のゲームライティング部門にもノミネートされている。ストーリーはシナリオライターでアレックス・ビーチムの姉妹でもあるケルシー・ビーチムが手掛けている。また、コンポーザーのアンドリュー・プラロによる上述のバンジョーを基調にしたゲームミュージックも高く評価されており、サウンドトラックアルバムも販売、配信されている。本作は、 開発途中のアルファ版の頃から高評価を得ている。2015年には世界的なインディーゲームイベントインディペンデントゲームズフェスティバルにおいてデザイン部門賞と最優秀賞の2部門を制した。ありがとうございます。